めっちゃなんか揺れちゃうんですよね、体。皆さんの声にかかっております。決勝戦 DJ ワシオン、ごめんなさい、もう一回いきます、すいません。決勝戦 DJ ワシオン、レディーファイト。 Yeah、 やっぱいくら予選と言っても決勝っていう名前だけで血が騒ぐぜ。つまりは緊張する決勝、血と汗と涙の決勝、ステージは綺麗事が綺麗に映るわ。唯一綺麗事が映る場面なんて、全員さっきから一発目で頭使って、最終的に大事なのはここなんて。 Yeah、 いくら綺麗事語ったって、そんなにこの世は綺麗じゃねえだろ。回る24、手に取るペンシルと消しゴム、それで今は anymore。 音楽にかけて挑戦でローラー、その上で冗談で23のナンバー、オーケストラバックじゃなくて俺たちはトラックの上走る、それでトップヒー。ダーヒー、お前のことは十分に理解した上であえて生きるぞ。綺麗事綴り続けてくれ、胸張って俺はよこし続けるぜ。それがピンポイあるべき姿、整理整頓ひっくり返すぜ。びっくりするようなライブ
ちの言った通り、俺たちは綺麗事を遠ざけてきたラッパーだからさ、綺麗事じゃ綺麗事じゃない世の中、汚いものをかっこよく見せるラッパー、わかるだろ、俺たちはこれが役目、何を言われても、あいつがどうとかこいつがどう、より貫く今日で掴む理想郷、あいつがどうこいつがどう、ラッパーも人間も人生も三者三様、このステージ上で俺が攻撃の対象になってる時点で主人公だろう、お前らはバトルのやり方がまずは下手くそ、あとあんた決勝まで来てんだ、声出そうぜ腹の底から伝えろ言霊、キープウォーキン、どこまで歩こう、回った層ハーレムのアルコール、声を張ってでかく喋ろう、俺たちはいつでこの先どこに行こう、腹が減ったらコンビニ行こう、まだ見たことない形を見に行こう、 OK、 新しいものを聞きに行こう、その上で俺たちの未来に Here we go、 俺もあるかないか、あるかないか問われて探し続け、ここハーレム渋谷駅改札抜けてご挨拶、右脳と左脳摩擦するファイナル、これがファイナル、目に焼き付けろ地獄の快楽、教えてやるよ、綺麗なものより汚ね、地獄も居心地悪くはねえぞ、こいつが主人公でいいけど、最初は悪役に負けるって分かっているか、俺は結局ここで勝つと実証買ってやるよ、汚れ役のヒーロー、ああ分かってやるか、俺のミュージックは嘘偽りなし、嘘なし逃げるぜ MIC、 これは抜き足差し足エクスタシー、終了です、決勝戦判定いきたいと思います、お願いします、はい、1人目ダーフィー、2人目アクネ、3人目タイシ、4人目クラッシュ、優勝はクラッシュ、予選優勝はクラッシュ、クラッシュ、というわけでクラッシュは本戦行き、じゃあ2階の方に行こうと、2階でこの上に行こうと思います、そして負けた3組もチャンスはまだあると思うので、できたら残っててください、クラッシュはもう今決まってんの、何の2階か決まってない、じゃあとりあえずクラッシュが決めた後、あの私が3人選びますんで、これじゃクラッシュの上で決めようと思いますんで、はい、というわけで惜しくも負けてしまいましたけれども、負けた後ね、すぐ来てもらいましたけど、どうでした、で、負けた相手はダーキー、カチャ、クラッシュかの予選勝ち上がり、当たって、まあ、結構ね、いい試合3個、4個、まあ、延長も含めてだけど、やってって感じだけど、どうですか、フェイマスからじゃあ、どうですか、いやー、不完全燃焼な感じですね、なるほど、1回戦の感じのラップで、2回戦終わってたら、うん、今、多分めっちゃ、なんて言うんだろう、あ、今日楽しかったな、あ、いやー、ちょっと悔しいですね、フェイマスは、はい、勝ったんだけど負けたの、あー、2回戦ですか、ね、2回戦は負けました、負けた、はい、カジャか、カジャ君16に、でも16、やっぱフェイマスとかすごい上手いね、ありがとうございます、はい、やっぱ体力が全然違うなって感じだけどまあでもね、惜しくも、まあ、カジャもやっぱ昔からやってる分強いからね、だったって感じで、はい、ジャスターはどう、まあ、なんか予選から上がってこられたので、うん、なんかちょっとまあそうだね、やっぱそれにちょっと負けちゃった、まあ、そうだね、お客さんも今日は熱っていう、そうだね、予選から見てるし、でもかっこよかった、まあ、そうだね、ジャスターもね、結局そのまあその17回とかもこうなくなっちゃってっていう、こういう感じで出るのね、久々だったと、久々っていうかね、まあでもめちゃくちゃかましてたなっていう人だったし、まあ、すごいね、やっぱかっこいいラップ、まあ、パフォーマンスとかめっちゃうまいなって思ったし、ね、でもすげえ良かったと思うけど、で、リュウキどうですか、ですね、はい、あれ、クラッシュってやったんだっけ、やりました、クラッシュには勝ったよね、だけどその後対象戦、代表戦になっちゃって、ダーヒーと何勝でつけたんだろうね、32、60、90小節ずつぐらい蹴り合ったのかな、途中俺わけわかんないことがあった、あの、俺実況してるからわかるけど、今の日本語おかしいけどすげえ大きい声でリュウキ言ってんだってあったね、でも、いや、でもそれはお互いやったと思う、わざそれはわざとなんだ、作戦だった、それでなんとかね、ヘンチャーに持ち込んだりねあったのかもしれない、まあでもどうダーキーって久しぶり、あんな感じでバトルするのは久しぶりでしょ、
そうですね。こういう、なんかもうそのタイトなラップみたいなのさ、まあ、スティールじゃないけどさ、まあもちろんそのラップの中にあるけどさ、もうだってね、喉枯れるそうになるじゃん。枯れてるよね。そうですね。いやー、ライブしてバトルしてるのが大変だけど、どうですか？どういう感情になったの？どういう感情にやってないかな？多分あれがエモいっす。あれがエモいんだけど、超楽しかったっすね。そうだね。いや、そうだね。で、なんかやっぱ最後のあのビートがルナロイヤーさんのね、ビートだったのもすごいなんかいい雰囲気演出されてた感じだよね。そう、サンプリングサンプリングしてたよね。ああね、そう、いや、まあ、知らん、まあ、難しいんだ。俺の曲とかめっちゃ好きなんで、ね、あれですけど、どうですか、じゃあ、この、まあ、まあ、バトル、今日終わって、こっから、まあ、いろいろ活動あると思うんですけど、どうですか、まず、じゃあ、フェイマスから。あ、じゃあ、リュウキと俺と言うこと同じだと思うんですけど、あ、じゃあ、こう最初、ネクストレベルから、ね。ネクストレベルとして、うん、MV を出します。おぉ、MV、ネクストレベルの楽曲が出る感じ。あ、それはいつ頃ですか。4月の中旬にはもう、あ、じゃあもしかしたらもうこの動画出る頃にはもう MV 出し終わってるかもしれないから、まあ ね超豪華な人が出てるんで、おお、みんな知ってる、みんな知ってる人、ヒカキンぐらい知ってる、ヒカキンぐらい知ってる人、ヒカキンしかいないよ多分、大丈夫、ヒカキン出てます、ホントにでもそれぐらい曲もめっちゃ超いいっすよ。そうだね、最近ホントライブでもねバンバン緩和してる感じだと思うんでね、 PV じゃあネクストレベルからはチェックしちゃう、まああとでね、いろいろ物販とかもゆうきたちはネクストレベルやってるからね、お願いします。そうだね、俺もこの間酔った勢いでフェイマスから5000円出しちゃったし、そうだね、物販みたいな感じ、物販ね、そう、物販も、物販結構ね、ほんとやってくれるんで、いろいろ使ってくれればと思います。じゃあ、ジャスターは、そうっす、バトルがめっちゃ半年ぶり以上だったんで、おおおお、ちょっと、まあ、バトルも、また、うん、EP が先月に出たのと、今月もう一回ジャスター×ライトっていう友達と一緒に EP 出すんですけど、それ配信でジャスター感じ、配信で、じゃあ Apple Music とかで、ね、スポーツ買えるから、だからまたそれの、なんていうんですか、それと出したタイミングでもう一回またバトルとか出てみようかなって。あ、なるほどね。まあ結構ね、ジャスターアーティストっぽい感じでね、プロモーションもね、かれてバトル出てるところもあるんであると思うんで、MC バトルからね、まあ、MC バトルかっこいいよってなった後ね、こうみんなの曲とか聴いてくれるともっと楽しめると思うんで、ぜひ、まあ、後日談みたいな感じで全然聴いてくれるといいと思うんでね、じゃあぜひチェックしてください。ありがとうございました。ありがとうございました。バトルはやめません、一回落ち着きます。ありがとうございます。お疲れ様です。